ちょっとこれからマックスさんと夜のドライブです。迎えに来ていただきました。晩ご飯を食べてなかったんでマックに連れてきてもらいました。三浦半島カメラトーク盛り上がってる。何のカメラだったの？ ZFC。 おう、 ZFC の方ね。だってグリップつけないと取れない。そうですよね、腕めっちゃ疲れるんですよね。マックさんの ZFC です。あ、触っていいですか？グリップないときついっすよね。今日です本当に。もう前から思ったんだ。唯一ですよ。でそこにでっかい爪があるでしょ。これがフォーカス。本当だ。はい。ありがとうございます。久々にマックマック食べてもカメラトークです。出口にいてびっくりしました。ちょっと海に写真撮りに行きます。海辺に来ました。真っ暗です。海の音見えない方が見えるか。もうそのレンズ 買わなきゃダメ。お父さん、え、すごっ。肉眼で見るより全然見えるじゃん。そうだよ、うん、暗視カメラだよこれ。うまいですね。うん、じゃあ人物撮る時とかもう完全に背景もしますか？ボケボケだよ。いいな。2あれば十分じゃない。最初の今だったらそんな上げない。上げないですか？上げすぎですね。ロイさんの撮り方が。うわ、本当だ。あんなとこで写真撮り始めて上達の秘訣かもしれない。いやいいっすね、ISO の応援しよう。じゃあ城ヶ島に向かいます。海の方に来ました。城ヶ島の近く、どこだっけな、ここすごい。まあ、ここに来ました。オリオン座です。マックさん、疲れてますか？全然。もちろんです。動画すごいじゃない。ちゃんと撮ってる。めっちゃこっち見てくれてた。でかすぎます。すごいホイールかっこいいですね。お、ドリキンさんにおすすめしたい。母さんがいてるし。楽しい夜のドライブでした。これから帰ります。マックさんの車運転させてもらってます。めっちゃ気持ちいいです。 IS35 東京に帰ってきました。いや、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。あ、わざわざ降りてくれて。あ、
ありがとうございました。